はいそれでは2月22日の3問に入ります定期建物賃貸借契約の場合契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできない丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは誤りですね 契約期間中であったとしても、賃借人から中途解約は可能です。ただし、これ要件がありますね。要件があります。それは二つあります。この二つの要件、これを満たして初めて、賃借人から中途解約をすることができるという流れになるんですね。えー、まず要件一つ目。居住用建物で居住部分が200平米未満であること。二つ目。転勤、療養、親族の介護、その他のやむを得ない事情により、 建物の賃借人がその借りている建物を事故の生活の本拠として使用することが困難となったこと、まあ、この2つが必要なんですね、まあ、2つ目については簡単に言ったらもう自分自身、えー、使うことが難しいよってことですね契約期間中でやっても借りている建物を使うことが難しくなったという場合ですこの2つの要件を満たしていれば賃借人からの中途解約も可能だということですでえ解約のの申し入れの日から 1>, 1ヶ月経過することによって賃貸借契約は終了します。この点もですね、合わせて頭に入れておいてくださいね。で、宅建試験対策としては先ほどお伝えした要件の2つですね、こちらをちゃんと覚えておきましょう。 で、無料メルマガでは関連知識まではお伝えしていないんですけれども、関連知識については、え調べて、つなげて覚えるようにしていきましょう。これも合格するためのえ理解学習の一つなんで、この動画の内容だけではなくて、関連ポイント自分自身で調べて勉強を進めていっていただければと思います。で、問い2ですね。宅建業者はその事務所ごとに、その業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え、 取引の関係者から請求があったときは、そのどちらも閲覧に供しなければならない、丸か×かという問題です。この閲覧に供さなければならない、これどういうことかというと、見せなければならないって言い換えると分かりやすいです。つまり、取引関係者から、えー、帳簿見せてくださいとか、従業者名簿見せてくださいって言われたら、見せなければならない、丸か×かという問題なんですねで。答えは×です。従業者名簿については見せないといけないんですね。 一方で、帳簿については、そのような規定はありませんので、見せる必要はないということなんです。で、お客様に帳簿を見せないといけない。これ、おかしいってことは、これ、わかりますよね。この帳簿っていうのは、いわゆる取引相手の名前だったり、住所だったり、電話番号だったりってこう書いてあるわけですよ。つまり、お客様情報が書いてあるわけなんで、そのプライバシーを取引関係者に見せるってことになるわけなんですね。まあ、これ、おかしいわけですよね。だから、帳簿については、 取引関係者から請求があったとしてても、もこれは見せなくいいいですよ、う話です。まあ、これは基本中の基本の問題なので解けるようにしておきましょう。で問い3ですねえ。開発許可を受けた開発区域内の土地において当該開発許可にかかる予定建築物を建築しようとする者は当該建築行為に着手する日の30日前までに一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。丸かかという問題です。 で答えは、これ、×ですねえ。結論から言うと、開発区域内で予定建築物を建築するために30日前までに届け出が必要、こういったルールってないんですね。なので、誤りとなります。まず、開発許可を受けるための申請書には、どんな用途の建物を建築するか、まあ、これ、予定建築物の用途って言うんですけども、これ、記載しないといけないんですね。 例えば開発行為を行った後に戸建ての住宅を8個建てるというのであれば予定建築物の用途は戸建て住宅8個といった感じで記載するんですよで工事の完了広告前っていうのはまだ土地の工事が終わってない状況なんですよねってことは予定建築物であったとしてもそれは建築することはできないわけです土地の工事やっていないのに建物建てるって普通に考えたらこれできないですよね そして、工事完了広告後っていうのは、すでに土地の造成工事が終わっています。なので、予定建築物であれば、届出をすることなく建築することはできます。もちろんね、建物を建てるっていう話なので、建築確認っていうのは必要ですよ。建築確認は原則必要なんだけれども、まあ、今回はこれについては別に質問されてないわけです。 えそして、これ単にえ今回のような問題が出た時に、あそんなルールないから誤りとだけ覚えるんじゃなくて、しっかり解説の知識を理解するっていうことが重要なんですよね。まあ、今言った内容っていうのは、私がねメルマガでお伝えをしているわけなので、理解はできたと思うんですよ。 でも、これだけじゃないんですよね。これからたくさん問題を解いていくと思うんですけども、その中で解説で理解できない部分ってたくさんあると思うんですよ。そういったものを自分自身で理解をするってことをやっていかないと、一向に点数って上がってこないんですね。メルマガの内容だけでは理解学習できる問題って正直少ないんで、それだけでは合格って難しいです。なんで、絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導で一緒に勉強できたら嬉しいです。 今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらから個別指導の概要をご確認くださいまたお申し込みページの URL も貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけますあなたの塾をお待ちしておりますレトスの小野でした